豚の、これら拡散を防ぐためとはいえ、豚の殺傷処分にしてしまったのは残念なことでありますけども、そのために自衛隊の方々が、精神的に非常に苦痛な作業かとは思いますけども従事されている結果として、まず殺傷残業が、これらの作るなどといった、そういった行動も、見られるわけです。そういった中でもですね、我が国が今から、防衛省抗議行動を行っていきたいと思います。皆さんもご存知のように、この連休中ですね、天皇賛美報道に一色に染まったと言われても過言でない。やれ令和がどうだとか、平成が最後の年だとか、うんざりするようなマスコミ報道です。しかし今沖縄では、皆さんもご存知のように4月の13日米軍の軍人が沖縄の女性を殺害し、そして自ら自殺する、このような不当な暴力が起こっています。そしてさらには4月の26日には米軍の車両がなんと高速道路から反対車線に飛び越え、そして事故を起こしている。まさに今沖縄で起こっていることは、米軍基地があるからこそこのような殺人事件が起こり、そして無法状態が起こっているというふうに思います。そしてまた4月の末には矢橋さんに対する最高裁の判決が出て有罪が決定しております。全く沖縄の民衆の辺野古基地建設を阻止する、そうした戦いを暴殺する策動が起こっています。そして皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、4月の19日この防衛省の役人と外務省の役人、日米安全保障協議委員会、まあ2プラス2と言われていますけれども、これが4月の19日にワシントンで行われ、なんと日米両政府がこの2プラス2で普天間基地の返還、そしてそれは唯一辺野古基地建設だというような声明文を出しています。まさには私たちはこの日本国中天皇賛美付けになっている段階で、沖縄やそしてワシントンやそういうところでは文字通り沖縄の民衆の戦いを封鎖する動きが強まっています。私たちは今日断固として最後まで防衛省に対する抗議申し入れを行っていこうではありませんか。それではまずはじめに、簡単にスプレーコールを行いたいと思います。スプレーコール、スプレーコール、辺野古新基地建設阻止、辺野古新基地建設を阻止するぞ、工事をやめろ、海を壊すな、沖縄の民衆の声を聞け、防衛省は工事をやめろ、土砂投入をやめろ、埋め立てをやめろ、ズボンと産後を守れ、美ら海の破壊を許さないぞ、辺野古実は戦うぞ、沖縄民衆と連帯して戦うぞ、現地闘争と連帯して戦うぞ、
手がぞー手がぞありがとうございます。でそれでは最初にですね、歌を歌っていきたいというふうに思います。の森さんお願いします。2つ持てる座り込めたまず心肺飛行路を受けてみんなで力強く座り込みの気持ちを持って戦っていきましょう。座り込めここに、ここへ座り込め、今度は元気よく沖縄に基地はノーノーノー、これ後半のところ皆さんぜひとも声を上げてください。先日私たち半原発の行動もやってるんですけど、そこで初めて一緒に行動した人に沖縄の話をしました。で沖縄のその人は沖縄のことは知っていても、こういう運動のことはあまり知らない人でした。沖縄のことは話し、沖縄の地域協定のことは話し、基地建設、沖縄の歴史を話し、そんなことは話をしながら、そしたら本当に知らなかった、これから私はそういうこともちゃんと考えていきたいというふうに言ってくれました。さあみんな東京から声を上げていきましょう。沖縄を離れた東京で声上げながらも非暴力、正義の形を見せてやる、小さな声寄せたい、大きな声にしよう、どこで叩くさん、雑魚処理沖縄に基地はどんどんどん、海では解放の暴力だ、では兄弟の暴力だ、キャンプ集落に座り込む、四万十守れ吠え上げろ、小さな声寄せ合い、大きな声にしよう、もっと弁たくさんだい、沖縄に基地はどんどんどん、なんだっけ、大概のことは大浦だけを巻き込んだ、巨大な軍港に100年アメリカ支配の続くだけ、小さな声寄せ合い、大きな声にしよう、もっと面だったくさんだ、はい、沖縄に基地はどんどんどん、沖縄
うございました。西音響の森さん、ありがとうございました。続きまして、辺野古日の仲間から、小沢さんの方から今の沖縄の情勢について報告を受けたいというふうに思います。入国民のための全ての努力、皆さんこんにちは。辺野古日から開催にあたっての挨拶を行っていきたいと思います。既に皆さんもご存知のように県民投票で圧倒的な辺野古の脳の任意をしました。しかしこの沖縄の声を聞かずに防衛省安倍政権は3月25日第二航空の土砂を投入をしました。全く許すことはできません。しかしこの暴挙に対して沖縄の人々は再度怒りの表明、辺野古の新基地は入れないということを表明しました。それは4月21日沖縄の衆議院の第3区の補欠選挙で島売り愛子と言われている自民党候補を打ち破り、やら智弘さんが見事勝利したではありませんか。これこそが沖縄のこの辺野古の第二航空の強行に対する明確な沖縄民衆の答えであったというふうに思います。私たちはこの沖縄の人々の声をどうやって答えていくのか、今それが問われていくというふうに思います。政府の方は、安倍政権はこうした沖縄の民衆のはっきりとした辺野古基地の脳という意義に対して4月元向こうの修復がなったということで、そこを利用し土砂の運搬をこの連休明けから今日から開始しているようです。しかし45分だからもうそんなにないですよ。現地に撤収する人々の戦いによってこの元武校の基地は沖縄県のものであり、警察権力も手が出せないということで、少数人々の戦いでも8時間にわたって土砂の搬入を阻止する、そういう戦いを展開し工事を遅らせる展開をしてきております。決して我々が諦めなければ工事は死として進まない、そういうのが沖縄の現状ではないでしょうか。このしかし一方で今安倍政権防衛省は K8 護岸をの土砂を投入し必死になって作ろうとして、そこを違法にも桟橋として利用しようとして、K9護岸と K8護岸から土砂を投入陸揚げし、土砂を投入の位置を上げようとしています。このことを私たちは絶対に許していけない。今辺野古日の仲間が寒波の辺野古へ行こうという寒波のチラシを巻きましたけれども、首都圏での戦いとともに私たちは今こうした沖縄での沖縄の人々の諦めない戦いにこうして現地へ結集し、こうした沖縄の人々と連帯をして現地における実力阻止、体を割った戦いを
展開していく必要があるんではないかというふうに思います。また沖縄のこの現地の状況はこれまで軟弱地盤のことが指摘をされてきております。また最近学者の調査によって活断層も明確にあるということが判定をされております。こういうような大きな問題にはありもかかわらず、この間法的には国地方係争委員会では沖縄県の申し立てを全く不当にも却下しました。しかし再度沖縄県はこの国地方係争委員会に国交大臣の決定を不当だということで申し立てをし、今法的には新たな争いが開始されております。これには先ほど述べたように活断層の問題、軟弱地盤の問題が大きな我々の有利な材料として提起されることになります。こうしたいくら法律的に向こうが却下としても、知事の権限がある限り工事は遅々として進みません。またこのオールアワンには7万株以上のサンゴがあり、そのサンゴを一生救うするしない限りは工事基地建設はできません。しかしサンゴの移植は知事権限があります。いくらこれで裁判が負けたとしても、そうした裁判闘争と現地における体を張った戦いと結合して戦えば、一刻として工事が遅くなり、決してできる展望はないというふうに思います。私たちはそういうような明るい勝利の展望を持ちながら、今後も戦いを沖縄の人々と連帯して戦っていく、今日改めて連休明けですけども、そうした決意を固めてこの5月以降戦いと言っていこうではありませんか。今の後ほど具体的な行動提起が5月6月あると思いますけども、その行動提起を全力で戦っていこうではありませんか。以上で冒頭での辺野古実への主催者としての挨拶に返していきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは、現地のですね、沖縄の、平和運動センター議長の山城さんからつながっていますので、現地の状況を報告をお願いしたいというふうに思います。長期の連休明け、お疲れもなく定例の防衛上攻撃行動にご参集の仲間の皆さん、本当にご苦労様です。心から敬意を示し感謝を申し上げます。辺野古も今日は連休明けにもかかわらず、多くの皆さんが駆けつけていただいて、共に声を上げてきたところです。先日大きな集会があって確認をしたところでありますが、私たちも全力を挙げて土砂搬送の現場となっている阿波使用川での抗議行動を強め、これまでの辺野古ゲート前での抗議行動と合わせて都市行動を強化していく予定であります。同時に今県政に求められているのは、今日は辺野古の集会で北上田さんや白馬さん、平和市民の皆さんがおっしゃっておりますが、県民投票の結果を受けて2回目の県政としての設立、つまり2回目の撤回で踏み出すべきではないかという議論が提起されました。同時に私たちの交換最近話しているところでありますが、港使用を不許可にする、そして全国からやってくる土砂に対して
沖縄への持ち込みに対して条例が今作られておりますが、罰則規定がないために大きな効率を発揮できていません。続いては選挙もこの条例に罰則規定を設けて、違法があればロシアの搬入を止めることができるぐらいの条例改正をすべきではないかなどなど、大きな議論を作り出して、これから大きな戦いを作っていこうと思っているところです。お集まりの皆さん、どうぞ政府はいろんなところでアピールをしながら埋め立てを進んでいるんだ、後戻りはできない状況にあるんだというふうに言ってるようですけど、私たちは、そのようなプロパガンダに負けるわけにはいきません。90メートルの双葉に差し掛かり、不応さをしているのは政府で、ビジョンの制度変更を一つとっても処理ができていないのは政府の方です。勇気を持って立ち向かうではありませんか。ぜひこれからも私たち県民全力を挙げて取り組みをいたします。東京にいて大きな焦燥を感じながら頑張っているであろう県民の皆さん、そして関東一つ分に結集する仲間の皆さん、全国から沖縄に駆けつけてもらっているとりわけ首都圏の仲間の皆さん、どうぞ勇気を持って立ち向かってまいりましょう。私たちもこれからも元気で笑顔でしなやかにひたたかに粘り強く戦っていく決意であります。どうぞ東京の大きな今日の成功を祈っております。連帯を強めてまいりましょう。ご苦労様です。沖縄から平和センターの山城でございました。ともともに頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。山城さんの現地の報告でした。続いてですね、宮古島のミサイル基地反対を、戦っている、ミサイルの、現状をですね、宮古の戦いを報告を受けたいというふうに思います。お願いします。皆さんこんにちは。確か先月、8日に戻ってきて、宮古の戦いの報告をした記憶があるんですが、4月の7日に防衛省は防衛大臣を、防衛大臣が来て、そして、いわゆる式典を行いました。まあそれによって残念ながら宮古には陸上自衛隊警備隊が配備され、宮古島駐屯地が、開設されてしまいました。ただ誤解のないように、申し上げておきますが、宮古の工事はあと1年続きます。そして皆さんも東京新聞、確か4月の1日令和の年号がこういうトップ記事を他紙が、全ての他紙が書いてる中で、東京新聞だけが持主さんが宮古に来られた時の取材をもとに、保管庫は実は弾薬庫だ、防衛省の嘘ということで突っ抜きました。まあそのおかげというわけではないですが、関東、主に関東地区を中心に、まあ、宮古島での自衛隊配備の問題、そして防衛省の嘘、そしていい加減な、行為というものが皆さん白日のものにさらけ出されたと思います。まあその中で望月さんは取材された中で、まあ一つの、トピック、要するに防衛省のそのデタラメを暴露したわけですが、まあ、今後時間を置いておそらく持ち主さん書いてくれると思いますが、例えば宮古島にははじめ地元での説明ではヘリパッドは作らない、置かないと言いました。ところが残念ながら防衛省は前言を翻して万が一のためにヘリパッドを置くということを明言しています。ただそれの裏付けとして今もうすでに燃料タンクが7基もう埋設されてます。その燃料タンク7基のうち4基がなんとジェット燃料です。ヘリも来ない、オスプレイも来ないんならジェット燃料はいりません。ところが半分以上がジェット燃料のタンクが設置されて、ジェット燃料それもなんといわゆる僕らハイブリッドと言ってるんですが、米軍も使用できる
自衛隊使用でなくて米軍も自衛隊も使用できるジェット燃料ということで消防署にも届け出された。このことはいずれは米軍のオスプレイあるいは自衛隊のオスプレイもヘリパッドに飛んできて宮古島の駐屯地に来るということを言ってるに他ありません。まあそのようにいろいろな嘘、そして我々が声を上げなければやりたい放題、例えば与那国でも本当は弾薬庫は作ると言ってません。ところがとてもでかい弾薬庫が作られてます。このように、私たちが反対の声を上げなければやはり防衛省、ここの防衛省、防衛局はやりたい放題、嘘つき放題でどん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 彼らの意思を増殖させていく、こうなると思います。宮古島ではもうすでにもう500日を超えました。毎日朝来れる人間が来て抗議活動、監視活動を続けています。それでお願いですが、もう一つ石垣の方の状況も少し喋らせてもらっていいかな。石垣、宮古の方、宮古島はそのように、抗議活動、監視活動をやってます。そして同時に石垣では皆さんに報告しましたが、2月の28日に機材を運び込んで3月1日に工事を始めました。で現状では要するに通路、道路部分の工事とそれから土防止を防ぐための池の設置という工事をちょぼちょぼとやってます。っていうのはアセス逃れ、あくまでアセス逃れのために3月に始めたということで、本格的な工事はこれから始まると思います。その中で石垣の皆さんもその工事現場前でいよいよ監視活動、抗議活動を始めました。ということで宮古、石垣一緒なんですが、皆さんもし、石垣島、宮古島に来られるんでしたらぜひそれぞれみんな、午前中朝8時9時から午前中集まってやってる状況ですから応援に来てください。もう本当にそれが励ましになります。はい、本当にそして、石垣ではまだ工事が本格的に始まってませんから、抗議行動の応援がてら今まだ残っている石垣の自然の美しさを触れてください。まあ同じく宮古も綺麗な珊瑚礁の海です。宮古にも来て観光も多少しながら応援に来ていただきたいなと思います。どうか皆さんの支援と応援よろしくお願いします。ありがとうございました。では、これから、防衛省に対する防衛令を行っていきたいと思います。今日は、呪言保護キャンペーンセンターの仲間から防衛省に対する申し入れを行います。地方企画室の奥山と言います。防衛省の地方企画室の奥山さんが来ておりますので、読み上げたいというふうに思います。自衛隊の方々人道支援に行かれました。その際に現地の方々から呪言保護キャンペーンセンターです。要請書を読ませていただきます。内閣総理大臣安倍晋三様、防衛大臣岩屋岩尾様、要請書。呪言保護キャンペーンセンターです。今年3月中旬頃、沖縄島北部の今年3月中旬頃、沖縄島北部の今帰仁沖で1頭のジュゴンが亡くなりました。国の天然記念物である沖縄のジュゴンはわずか3頭だけ確認されていましたが、そのうちの1頭が死んだのです。詳しい原因はまだ分かりませんが、大浦湾で泳いでいたジュゴンが反対側の今帰仁沖で死んでいたのです。辺野古大浦湾で泳いでいたジュゴンがなぜ反対側で死
帯で見つかったのでしょうか。説明するまでもなく、新基地建設工事が影響していることは否定できません。それは防衛省がよく分かっているのではないでしょうか。昨日の東京新聞の長官トップ記事は、辺野古に土砂投入後にジュゴンの食べ跡ゼロにと報じています。防衛省の調査ではっきりと昨年12月以降、海草藻場でのジュゴンの食べ跡が確認されなくなったということを、そういう記事です。これは明らかに土砂投入がジュゴンを辺野古から追い出したことを示しています。それなのに工事の影響とは考えていないなどと平気で言うのは信じられません。嘘の上塗りを続けるのはやめていただきたい。即刻工事を中止すべきです。土砂の投入をやめるべきです。また別の個体のジュゴンも行方不明です。沖縄のジュゴンは本当に絶滅寸前なのです。国の天然記念物なのに、どうしてジュゴンの命を軽く考えるのでしょうか。ジュゴンだけでなく、大浦湾は世界が認めている生物多様性に優れたところです。多くの命が土砂投入で生き埋めになっているのです。命の重みを考えるべきです。民意を無視して強行している埋め立て工事の責任を自覚してほしいです。許しなさいことです。一方、米国で行われているジュゴン訴訟控訴審は3月18日、4月17日に書類審査が行われており、その行方が注目されております。また IUCN 国際自然保護連合で3度の沖縄ジュゴンの保護勧告、保護決議が上がっているにもかかわらず、安倍政権防衛省は天然記念物絶滅危惧種のジュゴンを保護する努力をせず、戦争のための軍事基地作りに必死です。私たちはこれからも国の国内、それから国外の人たちとも手を結んで、辺野古新基地建設の即時中止、ジュゴンの住む辺野古大浦湾を守ろうとの声を広めてまいりたいと思っています。以下要請します。一つ、民意を無視した辺野古新基地建設を即時中止すること。一つ、自然環境を破壊する土砂投入を即時中止すること。以上。じゃあ、これを渡しますので、必ず防衛省の、大臣に渡してください。はい、大臣は伝えますので。日本の命、それから大浦湾の全ての命、同じように大事なんです。命の大きさをよく考えてたり、いかがですか。ありがとうございました。申し入れ行動は、ジュゴン保護キャンペーンセンターの仲間でした。続きまして、内南中の島袋さんから挨拶を受けたいと思います。この時まで、沖縄の羽田基地の武装で育ちましたけれども、今、八王子で、沖縄のですね、現状と、それから基地を訴える、運動をしてる、市民運動をやってます。沖縄の基地問題はですね、辺野古が、突破口を開いたといいましょうか。全国でですね、きちんと受け止められて、それ、かなりですね、認識が深まっています。考えてみますとですね、この間、全国知事会でですね、日米地位協定の改定やですね、それから沖縄の民意を尊重するような、ですね、方向をきちんと考えるべきだというような声明が出されました。考えてみますとですね、数年前、小長知事が沖縄のことを訴えましたら、沖縄は補助金がたくさん出て、いいですねというふうに言った知事がいましてですね、で
補助金付きでお宅で引き取ってもらえませんかという話をしましたら、全国の市民みんな黙っちゃったというですね、話があります。まあ、その時のですね、ことに比べると、もう現在のですね、認識の深まりは、覚醒の感があるというふうに、まあ、考えていいと思います。で、ですね、まあ、全国知事会だけじゃなくてですね、例えば小金井市とか三鷹市とかですね、まあ、いくつかの市町村でですね、沖縄の民意をきちんと受け止めるべきだというですね、まあ、議決がなされています。まあ、ですね、言ってみれば、草根の川というかね、運動がですね、きちんと受け止められて、認識が広まっているというようなことです。ただですね、なかなかその国政を変えるまでに、行き至っていないというのはですね、大変悔しい思いがありますけれども、まあ、選挙も、少なくとも参議院選挙はですね、まあ、近づいていますので、国の形をですね、まあ、一歩でも二歩でも、変えるようなことでですね、まあ、私たちは力を合わせて、近々ある選挙をですね、きちんと、私たちの意思をですね、それから全国に広まっている意思をですね、まあ、示すようなことで頑張りたいと思います。まあ、皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。石川さん、ありがとうございました。続いてですね、もう時期、5月15日を迎えようとしています。まあ、皆さんもご存知のように1972年、日本にいわゆる復帰と言われていますけれども、これに対する戦いをですね、準備している仲間から、提起を受けたいと思います。沖縄反戦自立会一つ後の担当ブロックの与儀さん、いらっしゃいますか。5.12 の行動の訴えをお願いしたいと思います。今度の日曜日ですけれども、5月12日3時から、新宿アルタ前にお集まりいただきたいと思います。もうすぐ5月15日が来ます。改めて515を問うということで、新宿行動、デモも行います。先ほどアピールされた山城博司さんを沖縄からお迎えして、力強いメッセージいただきたいと思っています。さっき電話メッセージちょっと短かったんで、5月15日にはたっぷり沖縄の状況をお話しいただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ5月12日ですね、3時から新宿東口アルタ前で、4時からデモということで、お集まりいただきたいと思います。あとですね、小金井市に誓願を陳情を行った小メスさん、若い青年ですけど、小メスさんも駆けつけてくれますので、小メスさんの話も聞きたいと思います。今年は日本、1972年の日本復帰から47年なんですけれども、山城博司さんはその時5月15日土砂降りの代々木公園で、日本、沖縄処分抗議佐藤内閣打倒515県民総決起大会に参加していたということで、その当時の話も聞けるかと思います。この大会は復帰運動を行ってきた沖縄祖国復帰協議会が主催して、沖縄処分抗議ということで行われたものです。沖縄の人たちは、復帰運動をしたわけですけれども、その後ですね、基地が残されるということが明らかになって、本当に、怒りの土砂降りの中での集会だったと思うんですね。でその後望みを託したのは、大和の私たちと共に、米軍基地を撤去させるっていう、そういうことに望みを託したんだと思います。しかし47年経った今どうでしょうか。新たな辺野古新基地ができようとしている、できようとは なってません、工事が着手されているっていう状況です。とんでもない状況になっています。そして今年はですね、琉球処分と言われています。琉球併合から140年の年です。140年前に琉球は併合された、日本の植民地になったわけです。
それから140年の節目の年に、五一号を皆さんと一緒に新宿で、問うということでアピール、デモをやっていきたいと思いますので、ぜひ今度の日曜日にご参加ください。さあ、ヨギさん、ありがとうございます。5月12日、皆さん、結集して戦っていきたいと思います。それでは最後にですね、辺野古日および、国会法医日土砂連の、取り組みがですね、この5月6月目白押しです。その、行動提起をですね、辺野古日の、中村さんの方から受けていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。お疲れ様です。いくつか今後の活動について、呼びかけ訴え、お願いをしたいと思います。一つはですね、今手元にお配りしていると思いますけれども、辺野古実行委員会としては、今度は 改めてと言いますか、以前もやりましたが辺野古移行キャンペーン第2弾ということで、辺野古にみんなで応援に行こうじゃないかということと同時に、辺野古派遣カンパを、今後広く呼びかけていきたいというふうに思っております。簡単なものなので若干よりです。先日の住民投票でですね、これも繰り返し言われておりますけれども、 72% もの人が埋め立てに反対に使用したにもかかわらず、ご存知のように今安倍政権がですね、日々、土砂を投入しているということがあります。でしかも今、住田市港がですね、阿波の港だけじゃなくて、今度、去年積み出しやってた元部の消火ですね、それが台風で、昨年破壊されてですね、それが阿波の方に移ったということはありますけど、それも復旧がなくて、いよいよ、消火の方からもですね、土砂が積み込まれるということになってます。そして、依然としてキャプシャブ前での抗議行動が行われています。そういうことで実際にその現場がですね、どんどん増えているということなわけですね。で一箇所でも、かなりの、人たちが参加しなければですね、トラックだとかが阻止できないにもかかわらず3箇所も増えたということで、本当に実際に現場のですね、人たちからは本当に人が少ないということが訴えられております。阿波の方もですね、毎週水曜日が統一行動で比較的集まりますけど、その日以外もなかなか人が集まらない。キャンプショップ前もそういうことだそうです。ですから本当に切実な声として、一人でも多くの人たちが、現場に駆けつけて、一人でも多くの人たちが阻止行動に体を張るということが本当に訴えられていることだというふうに思います。私たちは大和の役割として、この東京での行動をずっとやってきましたけれども、やはり同時に大和からも一人でも多くの人たちがですね、現場にも駆けつけていくということが大事じゃないかというふうに思います。そのためには、やはりお金もかかりますし、そしてまた多くの人たちに、現状を訴えて、参加していくということを呼びかけていく、そのためのキャンペーンをですね、これからも始めていきたい。ぜひこのチラシを今日はたくさん用意をしてきておりますので、ぜひとも、周りの方にも呼びかけて、振り込み用紙も、ついておりますので、周りの方にも呼びかけていただきたいと思いますので、ぜひ多くの方がこのチラシをですね、今日は持って行っていただきたいというふうに思います。それとですね、今後の予定ですけども、私たちも参加している辺野古の海を土砂で埋めるな首都圏連絡会の方はですね、3月連続した報道をやって大きな、広がりを得てきたわけですけども、それを踏まえて、今度、6月の15日にですね、来月になりますけども、15日に、また新宿近辺で、宣伝活動をやっていきたいというふうに思っています。今日ちょっとまだチラシ用意できなかったんですけど、一応ですね、6月の15日の2時から、新宿駅周辺の、南口、西口、そして新宿3丁目の交差点でですね、1時間程度、それぞれ地域宣伝をやる。そしてそれが集まって3時から、新宿有田前で集中的な宣伝活動、パフォーマンス行動をやって、マッチコシュたちに、旅行の現状を訴えていくということを今、準備をして呼びかけを開始をしようとしております。そういうことでですね、現地では、日々、そういう
同社工事が進んでおりますけど、それこうする形でこの大和東京でのですね戦いをさらに、まあ、盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ、お集めください。それと、それとですね、これも私たちも参加してます、国家包囲行動ですけれども、今年は、これもすでに皆さんにお知らせはしておりますけれども、5月の25日、に国家包囲行動をですね、総掛かり行動と沖縄県民会議との共催でですね、3者の共催ということで、やっていきたいというふうに思います。5月の25日で、2時に国会、まあ、周辺、まあ、主に私たちは国会正門を中心とした地域をですね、まあ、責任担当しておりますけれども、国会を取り囲んで、ぜひ安倍政権に対して、辺野古の埋め立てを直ちにやめると、沖縄の民に従えという声を上げていくと同時に、国会議員の皆さんにもですね訴えていくという場としてですね、1年ぶりですけれども国会包囲行動をやっていきたいというふうに思いますので、ぜひとも多くの皆さんが地域からもですね、まあ、周りにも呼びかけて、多くの人たちが国会の方に集まってですね、声を上げていきたいというふうに思います。そういうことで、5月に入ってもですね、まあ、様々な行動がですね、提供されて呼びかけておりますので、本当にこう忙しいと思いますけど、ぜひ皆さん一緒になって、参加をしてですね、こうした声を、上げていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上で本日の防衛省の行動を終わっていきたいと思います。最後にですね、シプレクカを簡単にやって終わっていきたいと思います。辺野古新基地建設阻止、新基地建設を阻止するぞ、工事をやめろ、工事をやめろ、土砂投入をやめろ、新基地建設阻止、我々は使うぞ、辺野古実は戦うぞ、沖縄民衆と連帯して戦うぞ、はい。